どうも奈良コミの大高です。今回は高級料理屋さんにも提供されているアイスクリームが販売している工場があるということで、そちらに行きたいと思います。どういうこと？工場？金魚の町で有名な大和郡山市にある工場で、金魚とコラボした商品がテレビにも取り上げられるぐらい人気だとか。これは気になる。てかコミ、第二の故郷大和郡山って言ってたのに教えてくれよ。現在大和郡山環状線を走行中、もう少しで到着です。それでは早速行ってみたいと思います。今回お伺いしたのは奈良県大和郡山市にある銀河工場さん。外観なんか雰囲気ある。店内に入ると商品が並んで、お、まさかのイートインも可能だとか。ひときわ目立つロールケーキを発見。金魚が描かれているロールケーキ。こちらのロールケーキ、ハーフサイズでテイクアウトもできるのも嬉しいポイント。他にも奈良県プリンやアイスクリームもあるじゃないか。いろんな味があって魅力的って。高級料理店でも採用ということで、こちらの2品を買ってきました。はい、ってなわけで銀河工場さんの方でね、2品買ってきたんですけども、こちらのアイスクリームから食べたいと思います。こちら高級料理店でもね、使われてるアイスクリームということでね、気になったんでね、買いましたね。いただきます。すげー、めちゃくちゃ濃厚やねんけど、なんか一言で濃厚で片付けるのがもったいないぐらいの味。すごいなこれ。さすが高級料理店が出すアイスクリームってなるもんこれ。うわやば。そうや、やりたいことあんねん。さあ持ってきました。何でしょうか皆さん。高家では朝食でね、欠かせない食べ物です。子供も大好きです。そちらがコメダのオグラン。じゃじゃーん。これがうまいんすよ。これをね、いつもバター塗った上に食パンにねつけてるんですけど、この小豆をね、贅沢にアイスの上に乗せていただきますと。じゃあこれは間違いないんで、いただきます。このコラボやばいな。コメダコーヒーさんと銀河工場さんのコラボですよ。これがテイクアウトのね、醍醐味というか。めちゃくちゃ美味しいねこれ。うまい。コメダの小豆マジでおすすめなんですけど、そんなねすごい甘ったるくないんですよね。だからこの結構甘さも強いこのね、銀河工場のねアイスクリームとめちゃくちゃ合います。うん、もうこれ大人の私服ってやつやね。ごちそうさまでした。ではないんです。ここからがメインディッシュ。そちらがこちら。結構弾力ある。うん、生地うまっ。生地自体がすごく美味しくて、やっぱこれ卵すごいこだわってるんやろね。めっちゃ卵の風味が強くて、それが美味しいですね。生クリーム自体がね、そんなすごい主張はされてなくて、すごいその生地自体の味が楽しめるのと、金魚のこのイチゴの部分が結構強い甘さがきて、それがね相まって美味しいですね。これね、断面見てもらったら分かるんですけど、結構生クリームの部分というのもイチゴの部分が多くて、ほんまにイチゴの味がすごく強いロールケーキです。最初結構イチゴの味がバーンとくるんですけども、徐々にこの生クリームのそのミルク感っていうのが口の中で広がっていって、それがまた美味しいです。奈良コミ。はい、てなわけで銀河工場さんの方でロールケーキといただいたんですけども、うまかったですね。絶品と
ということでね、まあ、郡山にあるお店の方にお伺いさせていただいたんですけども、大和郡山はね、もう昔から、まあ、現在もそうなんですけども、金魚の名産地としてね、すごいね、金魚として有名な場所なんですよね。ほんまに大和郡山に行ったら、至る所に金魚のオブジェがあったりとか、金魚の養殖場があったりとかね、ほんまに金魚に特化した街なんですけども、だからこそこの金魚とね、コラボした商品で、すごくね、こちらこだわりがあります。まずこの金魚ロールケーキに関しては、大人も子供も嬉しい、無添加で、天然素材のみを使ったロールケーキでございます。でこちら嬉しいのが、ロールケーキって言ったら日持ちしないってイメージあるんですけども、出来たての味をねお届けしていただけるように、こだわりのね徹底したねその冷凍システムっていうのを採用されてまして、冷凍品を購入することができます。で持って帰る時も保冷バッグっていうのもね、もし持ってなかったら購入することできますんで、僕は購入して持って帰りました。一番美味しい状態で食べていただけるように、これね、解凍時間とか書いたこういった冊子ももらえるんで、美味しいものをね食べてもらいたいという本気度がすごく伝わります。またこちらね、美味しさを追求した純正クリーム 100% を使用されており、でこのね金魚の部分なんなんやろうと思って調べてたんですけども、いちごムースということで、僕はねその解凍の加減とかもあったんかな、ちょっとねシャリシャリしてたんで、ちょっとねシャーベット感もあったんですけども、それがね美味しかったんで、ね、ぜひ皆さんこちら買って食べてもらいたいなと思います。アイスクリームに関してもね、すごい濃厚でね、ちょっと他とは違うなっていう感じますので、お値段ね、確かに普通のアイスクリームと比べたらお値段張るんですけども、価値があるアイスクリームなので、ぜひこちら買ってほしいなと思いました。なんか目玉商品が豊富で、まあ、銀河ソフトも美味しそうでしたし、奈良プリンっていうのもね美味しそうでしたし、銀河クッキーっていうのもね、なんかこの缶からおしゃれで美味しそうでしたし、もうなんか全部お土産としても嬉しいし、今すぐ食べたいなって正直思いました。お店でもねカフェみたいな感じでねテーブルも置いてくれてるので、お店でもいただくことができます。ぜひ皆さんこちら食べたことないよって方はね、一度食べてもらいたいぐらい価値のあるね食べ物だと思いましたので、足を運んでみてください。駐車場に関しましては、お店の目の前にね駐車場がございますので、そちらの方に停めてもらえたらと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんなお店の情報が知りたいと思った方は、チャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あとツイッター、インスタ、グッズ販売とも行っておりますので、概要欄の方確認お願いいたします。本日のタカの一言、金魚すくい最高記録2匹。次回の動画でお会いしましょう。バイ。エビデンスある。